巷では XRP の訴訟で6月中に勝利または和解という楽観的な決着の予測が大勢を占めています。私もそう思っていました。そんな中、リップル派のトップ弁護士が意味深なツイートをしました。この意味深ツイートがどういった経緯でなされたのか順を追って紹介します。皆さんご存知のように、最近バイナンスとコインベースという大手取引所が SEC によって提訴されました。そんな中、リップル CEO のブラッド・バーリングハウス氏がこのようなツイートをします。それがまだ明確ではなかったとしても、今それが明らかになるはずです。ゲンスラー議長の笑えるほどのイノベーション推進の姿勢はまさにその逆です。これが私に教えてくれるのは、 SEC が壁に向かって訴訟を起こし、それが SEC の FTX の大失敗から目をそらすことを望んでいることだ。選挙で選ばれていない官僚が、彼と彼の代理店が、彼が切望している権力を持っていないという事実を隠すためにこのようにバタバタしているのを見るのは恥ずかしいことだ。誰も騙されません。このツイートでは SEC のゲンスラー議長を痛烈に批判し、 SEC が暗号通貨業界に対して不当な訴訟を起こしていることを非難しています。特に最近 SEC がバイナンスやコインベースなどの大手取引所に提訴したことに対して、 SEC が自分たちの失敗を隠すために暗号通貨界に圧力をかけていると指摘しています。このような強い言葉を使っていることから、リップル側は SEC と和解する気がなく、裁判か上級裁判所で戦うつもりではないかと、ある XRP コミュニティのメンバーがツイートしました。このような強い言葉を聞くと、リップルは裁判か上級裁判所に行くことになると思いますか？そしてこのツイート後に、皆さんご存知のリップル派トップ弁護士のジェレミー・ホーガン氏が結構重大な意見をさらっと述べます。和解の話は時期尚早だったと思います。和解の話は時期尚早だったと思います。ええ、先月以来、SEC 対リップル訴訟における和解の可能性についての話があったばかりです。リップル CEO ブラッド・バーリングハウス氏も決着は数週間以内と匂わす発言も話題になっていました。実際にそれらの期待値から XRP も上昇しています。ヒンマン氏のメールが2023年6月13日に公開される予定であることから、多くの支持者はSEC が文書を封印するために圧力に屈してリップルと和解するだろうと推測しています。多くの人が和解するだろうと推測している中で、これらリップル側からのツイートは一体何を意味するのでしょうか。今回はリップル派のトップ弁護士が放った意味深なツイートを紹介しました。もうそろそろ解決してもらいたいものです。では次回をお楽しみに。バイバイ。